はい、次行きましょう。はい、キューボ、アメリカ大統領。何かあると失望するだけの簡単なお仕事です。給与、王相談、お問い合わせは共和党まで。面白い。これ面白いですね。はい。ヌーボー033。あ、この人もなんか撮ってますね。おぉ、はい、素晴らしいですね。これいいですよ、ね。まあ、綺麗ですよね。あ、うん、今のところ暫定1位どれですか？暫定1位これにしますか？あ、これですか、ね、キューバアメリカ大統領、暫定1位。結構簡単な仕事なんだね。そうですよね。日銀総裁の仕事、お札をするだけ。お札をするんですよ。ってない。何もしない。座ってるだけ。あ、そうかそうか。座って適当なこと言ってる。昔は。はい、はいね。そうです。あの、もうデフレになったのは日本人が根性ないからだと言ってればいいだけです。ね、かつてはね、白川さんという方だったからね。はい、そういうあれです。未だにその頃の日銀理論を引きずってるね、あの頭の悪い人がいて、あのね、攻撃家なの、いやいや、まあ、頭が悪いじゃない、教育に問題がある。あ、そうです、教育に問題がある、ね、ちょっと今の変わってるね。しなくていいですね。あ、はい、あの教育に問題ある人がいてね、もう教育受けたことを忘れてるというか、まあ、教育問題ですね、日本のね、あの3つしかないんですよ、彼のパターンって。あの今金融政策が効かないっていうのに、マネタリーベースってね、日銀がこう、まあ、するお金の量ですよ、端的に言うと、はい、それのこうなんですかね、絶対量の積み上げグラフをこうやって出してね、うん、こんなに増えてるのに物価が上がらないとか言うんですよ、うん、それ意味ないんです、うん、伸び率ですから、うん、しかも他国と比べてどうかとかね、うん、あとその期待に働きかけるのに十分かっていうのが問題なんで、うん、その量が増えてるってことはどうでもいいんですよ、これ一つ目でしょ。で、二つ目、マネタリーベースは日銀がするお金、マネストックっていうのはまあ民間に出回ってるお金なんですけど、うん、あのマネタリーベースをグーンとこう増やしても同じメモリで見るとマネストックってあんまり増えないんですよ、うん、これ当たり前なんです、うん、マネストックはね、マネタリーベースの6倍ぐらいあるんですよ、ものすごく大きいの。でマネタリーベースっていうのは日銀のお金でこう舵を切るようなもんでね、舵はガッと切れるんですけど、大きい船なんでちょっとずつしか動かないんですよ。でメモリを合わせるとちゃんと反応してるんですよね。でそれが、マネタリーベースを1増やす と、マネストックが大体 0.1 ぐらい増えるっていう相関があるらしいっていうことなんで、その相関があるならじゃあ10倍出せばいいじゃん、100倍出せばいいじゃん、それだけなんですよ。あとはまあ時間の問題なんで、はい、で3つ目はその政策をボンって打った後2秒後に実体経済に波及しないとダメと。するわけないじゃんね。コンビニの店員の時給がいきなりもうね、時給5万円とかにならないとダメみたいな、そういうバカな話をしてる。タイムラグを考慮しない、まあ、統計というかグラフの作成ミスですよね。はい、だからもうちょっと教育の問題なんですよ、はい。どの教育、小学校かもしれないみたいな。まあ、中学、あのだから統計がわからないんですよね。で、繰り返し言うのは、そのいくら日銀がお金を吸ったところで、そのお金が直接どこに届いてるかわからないから聞いてないって言うんですけど、いや、だそれはね、50兆とか250兆とかなので、わかりますか、と、大丈夫ですかと。それがそのね、こう市場とかこう資産価格を通じてこう波及していって、それがどうなってるかってメカニズムとかわかんないけど、入り口と出口を観測して、相関係数取ると、なんとなく上がるじゃないですかと。でそれが本当かどうかって調べるために歴史上いろんな国やいろんな時代で起こった似たようなね、金融緩和の結果とか金融引き締めの結果を分析するとちゃんとそういう法則が見出せるわけですよ。で実際それでバーナンキとか論文書いてるし、ね、そういうことですよね。全部具体的に言わないとダメっていう、抽象的思考ができないって、できないっていう、それだけなんですよ。だからそもそも経済とか法則とか市場って全部見えないものですもんね。そうなんです。見えないものを仮にこういうふうにしてるってだけですよね、はい、経済っていうのはね、どっちかっていうとやっぱ演繹法的に考えるもので、まずモデルを作ってそれが当てはまるかどうかっていうことをこう計測するんですけど、彼らはもう半径5メーターぐらいのところで起こったことをこう数え上げて、うん、でお前は全部数えてないって言うんですけど、まあ、どうぞご自身で数えられたらいかがですかと、はい、いう感じなんですね。だから物価とかでもその100品目選ぼうとか250品目選ぼうとか、はい、仮に選んでからやっていって、はい、でそのうちあの食料とかエネルギー関係とかは、はい、変動が大きいんで外すグラフ作ろうとかじゃないですか。そうです、まあ、だから狂牛病ね、フロイツメルトヤコブ病が起こった時にアメリカからの牛肉を全頭検査しろって言ったんですよ。あれサンプルでもね全く関係ないんですよ、要はそのイギリスであの病気にかかった人って確か10人ぐらいで、で消費されるその牛肉由来のタンパク質のトン数が何トンって考えると、そのどれぐらい摂取するとかかるっていうのは確率的に分かるの で、でそれを調べるために必要なサンプル数はいくらってやっぱ数学的に出るんですけど、あの全部調べなきゃ怖いって、やっぱそっちの方が主流なんですよ。どうぞ、そう、せめて秋山仁さんの NHK 教育番組とか見てほしいですよね。あ中学の時にほら全部数えるの大変だから統計を使いますか確率使いますかって言ったでしょ。それがだからまあ信じられないというか、だからまあ、勉強不足というか、まあ、もう教養の問題なんですよ、ね、だ広瀬隆さんの反原発論も全部それなんですよ。あ、数えてくれそうなんです。もう1回でもあったらダメなんだって、そりゃそうなんだけどみたいな。じゃあ何もできないじゃんみたいな。もう地球上では生きられないですね。もう放射線にあふれてますから ね、 ね、はい、残念ながらね、はい、はい。じゃあ次いきます。これはもう鉄板ネタです。
ペヤングオバマ君、どうだいオイラの口先かに言う。プーチン、まろやか。オバマ君、今度のシナリオ書いてくれる。プーチン、オス、ウィーキャン。オバマ君、ねえねえ、ウィーにオイラは入ってないよね。プーチン、オス。オバマ君、よかった、助かるわーということで、はい、鉄板ですね、551カード。でも絶対対象取れないけど採用する。今日狙って送ってきた常連さんみたいな。常連さんです。職人さんですね。そうですね。今のところ暫定1はこれですかね。大統領9号。大統領9号。9号、はい。じゃあ、では次いきます。これは倉山先生歌ってください。あ、え、見はしょう。見はしょう。何か問題起きている。見はしょう。何かやらなきゃ責められる。冷めた心期待をされてもすでに無駄だよ。邪魔するやつは口先一つで。失望さ。うまい。うまい。これ暫定1クリアです。あ、暫定1。あれ。すぐに皇帝救急スリーナインさんだね。皇帝スリーナイン、素晴らしい。っていうのがいいですね。はい、はい、素晴らしいですね。いや、邪魔するやつは口先一つで失望さ。本当そうです。いや、こいつすげえ失望してるんですよ。確かに、はい、この間もなんか失望してましたね、はい、まあ今回ウクライナでも失望してるじゃないですか、うん、ね、うん、だからそれで大騒ぎしたってしょうがないですもんね、うん、だから何も起こってほしくないんで、うん、やる気ないから。そうですね。だその間日本は力を蓄える大チャンス、あと2年半あるんですよ。まあそうです。アメリカ国民の皆さんお悔やみ申し上げます。いや、もう大変ですね。せっかく経験良くなりそうなのね、アメリカね、うん、そうですよ ね、 ね、 本当ね、うん、じゃあ次行きましょうか。はい、こちらです。亡命したけれロシアにおいで、そんでちゃっかり機密もゲット、スノーデン、スノーデン、スノーデン、デン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 、レッツゴー、プーチンかっこいい、カチーみたいな。まずポーズ取ってましたすごいですね、はい、これはすごいです、はい、ランサー、あ、ごめんなさい、13時間で気にしないでください、はい、ランサーということで、はい、素晴らしいです、素晴らしいですね。スノーデン、スノーデン、スノーデン、スノーデン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 、暫定1位格上げクリアで、これ激戦ですね、今日かなり激しいですね。今日はね、激戦なんですよ、はい、すごいですよ、うん、これなかなかいいですよね。プーチンかっこいいです。プーチンかっこいい。プーチン確かにね、多分人3人ぐらい殺してる感じですよね。3人ですか、3人もっとか。いや、初めてプーチンの顔見た時、こいつ絶対人殺してるって話。まああのね、昔あのプライドにね、セルゲイ・ハリトーノフって来てたんですけど、5人ぐらい殺してる感じでしたからね。半端なかったです。でもあのボルグハンも殺してるんですよ。あ、そうなの。あのコマンド3号と教官、はいはい、あのリングスが勝手に教官ってつけたら本当の教官だって後で分かったっていう、はい、そうなの、うん、ちなみにロシア軍ってすごくて、はい、あの日本軍との違いでドイツ軍もそうですけど、はい、あの優秀なエースをどんどん最前線を送り続けるんですよ。でロシアは一番優秀なやつは教官に回して後方で死なせないようにして、はい、そいつが100点だったらあの70点の仕事できるやつをどんどん大量生産させる。あ、ロシアね。そうそうそう、正しいじゃん。そうなんですよ。だから勝つのは日本軍ドイツ軍だけど、最終的に疲れ切っちゃって、はい、でなんかラッキーがあったら最終的にロシアが勝つ。ああ、いわゆる飽和戦、飽和攻撃ってやつですね。そうだから強い相手との戦い方を心得てるんだ、ロシア。それあのファミコンウォーズでコストが安い戦闘工兵を大量に作って相手が弾切れになるまで待って後であの、ね、虎の子の戦車でボコボコにするみたいな作戦ですね。まあ、それ私よくやってました。はい、まあ、あのゾンビがそういう攻撃ですよ。いや、嘘だらけの日露禁煙大使、いつ書くのか分かんないですけど、はい、そういうネタをちょっといろいろやっていく。いや、ロシアのことみんな誤解してて、はい、あの軍事力で持ってる国だと思うんですよ、はい、あの国は外交で持ってる国ですから、これ間違いじゃないんですよ。そうですね、軍事力を使うのは外交ですから。そうです、ね、だから本当の戦闘だったら日本とかドイツの方が強いんだけど、はい、最終的に外交で勝つ国っていうのは ね、 なるほどね。だアメリカごときじゃ外交力団地なんで、はっきり言って。なるほどね。アメリカの外交は何がダメなんですか。いや、全部です。まず外交っていうものを否定するところから国ができてます。あ、なんかウェストファリア大戦の外にある国、ね、外に行って、はい、でそれで僕はヨーロッパなんかと関わりたくないんだって言って弱い者いじめやってたのは建国の理念ですもんね。なるほどね、すごいですね。いや、だからモンロー主義なんてまさにそれじゃないですか。はい、なるほどね。内輪の論理の国なんですよ。あ、外交下手くそなんですよ、ね、ワシントンからして僕外交下手だから巻き込まないでですもんね。あ、でも最後切れて変なことするわけです。そうそうそう、やるときやるってやつ。やるときやるときはやる、やるときやるというやつね、うん、はい、じゃあ次です。はい、オーバマ、オーバマ、本気になったら傍観。うまい。四角大原の歌。うまいですね。うまいですね。1位ですか、これは。1位です、ね。繰り上がり。あ、さっきのスノーデンに勝った。勝った。すごい、すごい。すごい。なるほど。激戦だ。過去最大の激戦です。ネオイデオローグさん、暫定1位でございます。もう1枚めくるごと1位が入れ替わるんですね。すごいですね。大激戦です。大激戦。すごいレベル高いですね。この次もっとすごいですよ。ね、
オバマ、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 オバマ無力。イモリさんに全部それはないだろうみたいな。なるほどね、はい。まあこんな感じで。はい、ちなみに篠沢教授は保守思想家として有名ですからね。ああ、そうなんですか。はい、フランス文学の研究者で。ああ、うん、なるほどね。通学できないんでフランスがやったとか言ってましたね、自分で。なるほどね。愛国心を磨くために外国のことを研究しようと言ってフランスの研究者になった。その篠沢教授をちょっとバカみたいなキャラでわざとやったっていう。大橋教授、まあ、はい、篠沢教授本人も喜んでましたけどね。結構やられ役が好きな。なるほどね。感性プロレスファンですよね。はいはい、これないですか。これまだ抜けなかったですか。うーん、じゃあ抜けない。抜けない。まだ1位これですね。一番バカこれバカバカしさが。気になったらもう勝つ。はい。これでノリで決めてますね。皆さんあんまり気にしないでください。じゃあ次はあの倉山先生のやつですね。どうぞ。相手はクリミア半島やっつけたんですよ。勝てるかどうか。勝つんだっていうですね、ウルトラマンス第27話ですね。奇跡ウルトラの父の冒頭ですね。冒頭岸田新ウルトラ4兄弟が、はい、負けちゃうんですよ。あ、5兄弟、エースがブロンゾンされて、はい、助けに来た4兄弟もやられちゃう。あ、あのエースキラーの時じゃあヒッポリト星人。あ、ヒッポリト星人ね。で、ウルトラ5兄弟がブロンゾンされて、はい、もう冒頭岸田新が後編の冒頭、はい、ナレーションで、はい、ウルトラ兄弟は敗れた、地球の守りタッグも破れたってなんか葬式みたいな声で言ってて、でそれで山永隊員がもうヒッポリト星人に脅されて、うん、エースを引き渡せとか言って、はい、言ってたのにやられちゃったんで、はい、でこれはもう竜隊長が、はい、うん、彼らは地球、自分の国でもない地球のために戦って死んでくれたんだみたいな、はい、で、うん、で山永隊員が改心して、はい、で吉村隊員のセリフですね、このオバマ、はい、あの相手はウルトラ4兄弟やっつけたやつですよ、どうやって勝つんですかって聞かれて、はい、勝つんだ本当そのもうもっと気合で。なるほど。でそこで竜隊長が偉いのは、はい、もう吉村の軟弱論、山中が精神論で勝つんだって言ってるんですよ、はい、で竜隊長がよしみんなあの基地に帰って作戦を考えるぞと引き取る。あ、うまい、素晴らしい。竜隊長、ね、本当リアルな上司になってほしいみたいね。コンビニの上司になってほしいみたいな。あれなんだっけ、エースになんかエネルギーみたいのを送って復活すんだっけ、なんだっけ。あの時はですね、はい、あの時ウルトラの父がやってきて、で300万光年飛んできたんで、うん、あのもう疲れ切ってて、で最後のエネルギーをエースに与えて、エネルギーあげるんだよね。でお父ちゃんが死んじゃうっていう。で前編の方であのタクシーの運転手のアンちゃんもヒッポルト星人の姿を見てしまったんで死んじゃうっていう。ああ、ウルトラマンス結構もう人が死にまくるんですよ。なるほどね。あ、27話ってもう最後の話ですか。そう、まあ、私は28話までしか認めない派なんで、まあ、28イマーム派と52イマーム派の激烈な思想闘争で、私は28話派と8イマーム派なんで、まあ、最後のラスト前ですね。52話は何を主張してるの。いや、まずはあの52話、エースって52話まであるんですよ、はい、で一人で変身するんですか。そうだ、28話で南優子がもう月に帰っちゃうので、もう認めないと。あ、南優子は戻ってからはもう一人なっちゃうんだっけ。普通の北斗だけになっちゃう。だ、何の変特徴もない作品になっちゃうんですよ。あ、北斗と南じゃなくなっちゃうんですね。北斗だけずっとあの北斗で、南優子が帰ってくる一回だけゲスト出演した回で、あのクリス、そうそう、あのクリスマス会やってる時に、あの北斗星司が今だ変身北斗と南って歌ってるんですね。お前正体バラしてるじゃん。でそれでも能天気2番行こう2番みたいな、ね、こと言ってるわけですね。ちょっとさ、ね、エース話だともうヘキヘキって顔すんのやめてくれ。ダメなんですかエース。エースはいや私もだから北斗とみんな、いや私もどっちかというと28番派ですね。28番派です、ね、でそれで52番派に私を回収させたのが、はい、あの霧同士美作先生ですね。何ですか最あの最終回しょぼいんじゃなくてすごいんだっていうですね、うん、そういうことをあの怪獣使いと少年で、まあ、市川新先生に取材して、はいはい、もう膨大緻密な取材で書いてですね。なるほど、ね、まあそのなぜ私が52万の派に回収したか、歴史問題を解決次第に読んでください。そこに書いてある。そうなんです。PSP 研究所から出してます。はい。そうですか。はい、じゃあ次行きます。